今のグレートリセッション、世界の新しい秩序、ニューワールドオーダー、これが着々と計画通り実行に向かって進んでいる。一つは、税金によって税金の徴収制度、いわゆる AI にみんな任せてやっていこうと。だからマイナンバー、ベーシックインカム、デジタル通貨、そして徴収する税金の取り立て、そして最終的に暴力支配、民族を暴力で支配する、このセットが決まってる。これは嘘では絶対ない。もう現実に始まってますから、税金に対する取り立て。だからもう相続税というものによって相続することもできなくなる。その人一代限りの財産の所有権であって、二代目はゼロから始めろと、子供はゼロからと、そして最後はみんな個人所有財産というのはなくなる。土地の個人所有もなくなる。全部同じ、いわゆる扱いになるという公平な奴隷制度が実行される。だから そこへ持っていくためには、税金をどんどん取って、金持ち層というものと中間層というものと貧乏層というものが一つになるように税金で作っていくわけ。だから金持ちの税率はうんと高くなるでしょう。あっという間に持ってるものは全て没収だ、税金で。だから取り上げたんじゃない、税金を払ってもらったということで、払った税金はどこ行くんだと。今までは国が国庫いうのがあったけど、国庫ではね、世界政府が取り上げる。世界統一政府が全部お金を取り上げてしまう。個人所有はいずれなくなる。まあ民主主義とか資本主義とか自由主義とか、自由主義、共産主義も一応なくなって、新たなる一つの新しい制度の下で、まあ単純な制度です。毎月医療費いくら、毎月の何々は教育費いくら、決まったものが与えられる。だから労働生産高によって歩合比率で配分されるものじゃない。労働生産とは関係なく一人も決まっとるわけ、いくらで。だから若干そこに民族単位では差ができてくるんじゃないかと私は思っております。だから一番やはり強い民族はやっぱり有利な条件を取っていくでしょう。一番弱い民族は不利な条件に押し付けられるでしょう。だから今も税率が変わってくるから、これは土地持たない方が得だなと思うような、いわゆる不動産に対する課税、いわゆるまあ不動産を持っていればこんなたくさん税金取れるから持たない方が得だと言って手放す。そして土地の個人所有は段階的になくしてしまう。もちろん預金を取り上げて、お金を取り上げて、通貨デジタルに変えて、その人が死んだらゼロになる。
ものすごい極端な新しい変化ですから、びっくりするようなことが押し付けられてくる。それこれは不服申し立てる個人の権利というものはなくなるでしょうから、俺のものやから返せというような、そういう時代はもうあれ二度と出てこないと思います。一切個人の権利はゼロ、個人の発言もゼロ。私たちのこういうテレビにおける発言も禁止、まあ、今も禁止されて半分禁止されてますから、まあ、我々も何歩行っても全部アップしてもらえないし止められちゃいます。だんだん段階的になっていってるわけだから、段階的に。それじゃあもう YouTube や Google じゃなく自前のプラットフォームを作るったら、プラットフォームを作るのは禁止の方だったらもう終わりです。一切発言ができなくなっちゃう。財産は取り上げられる、通貨はデジタル通貨で没収される、まあそういう時代へ突入しているという事実に基づき、これが世界同時の新しいリセッションだと理解して、その中でどのように民族は生き残っていくべきか。まあ明治時代に始まった封建制度の崩壊、そして明治政府ができて日本全体を一つの日本統一政府が北海道から九州まで支配した、一つのいわゆる日本という世界、この一つの政府が全国を支配した。それまでは300余の北海道から青森から全部各地域地域の藩が大名が支配してた。それの連合が幕府体制、幕藩体制と。それが孝明天皇を殺して岩倉具視、三条実美、そして大久保利通、伊藤博文たちによって、いわゆる背景には英国のイルミナティとフランスのイルミナティが絡んだ明治政府ができた。もうよその300の国々はなくなった。明治政府の言いなりにならざるを得ない。だから今200余の国々がこの地球上にはある。しかし世界統一政府ができた。その世界統一政府が決めたことに対しては200余の国家がなくなる。昔の薩摩藩がなくなり、加賀前田藩が加賀藩がなくなり、伊達藩がなくなり、全ての藩がなくなった。御三家もなくなり、御三教もなくなり、田安、一橋、清水という御三教もなくなる。だから紀州、尾張、水戸という御三家もなくなる。みんなが明治政府になったと同じように、アメリカもなくなり、 EU もなくなり、日本も中国もロシアも国という国家はなくなり、一つの統一政府になる。明治があったように世界の明治と同じようになるということは当然考えて可能性としては十分あり得ることです。だから私のこの意見に対してやってなことありえないと言ってる人は、もう一回明治、徳川から明治に移った状況を尊王攘夷と言いながら、ね、開国をし、徳川慶喜がどのように態度を取ったか。徳川慶喜はおそらく
イルミナティ支配を考え、その前に大政奉還をして、大政奉還することによって一つの国家に自分が君臨しようと考えた可能性は、しかしそれは孔明天皇が殺されたことによって、岩倉具視、三条実美、そして大久保伊藤、こういう連中がいわゆるイルミナティと結託して新しい統一国家明治政府を作ったわけ。だからそういう意味を持って考えれば、世界が明治政府と同じように世界政府ができると思えば、なるほどと思っていただけると思います。